新年、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、すがすがしい希望に満ちた新年をお迎えのことと、心からお喜びを申し上げます。阿蘇市誕生から3年が過ぎようとしています。阿蘇市には先人たちが守り育んできた雄大な 自然環境景観をはじめ伝統文化など多様な地域資源が豊富にあり私たちはこれらの地域資源を守り公正に引き継ぐ義務があります自然との共存により市民一人一人が自らの創意工夫によって地域資源を生かした 元気ある地域を創造し行政との共同による魅力あるまちづくりに取り組んでいくことそれが新しい阿蘇市のまちづくりにつながるものと思っております市民の皆様一人一人の思いを大切に皆様の声を聞きながら心の通った姿勢をこの一年 取りり組んでまいりまいす愛する共同を守りさらなる飛躍と発展を遂げるための第一歩それはやはり行財政改革でありますより効果的な行政運営を行うためにも今後もさらに行政の無駄を省き限られた 財源をより有効に活用すべく改革を推進します行政財政改革の断行こそが阿蘇市が将来に羽ばたくための基礎づくりであります第2は10年後あるいは20年後を見据えた長期的な阿蘇市発展のための 戦略的投資であります平成23年の九州新幹線全線開業は本市に未知数の経済効果をもたらすものと思われます交通アクセスの改善幹線道路の整備着地型体験旅行プログラムの開発地域素材の磨き上げ 宿泊施設と商店街の連携など関係機関や市民の皆様方の参画行政との共同により中長期的な見地に立った積極的な投資が大事であると思っております。第三に「共同守り」。 自然と共存すす。るまちづくりで阿蘇の自然を維持し公正に継承するための阿蘇環境共生基金の充実発展阿蘇の豊かな自然と先人たちが培ってきた伝統文化の持つ価値をさらに高まるための世界文化遺産への登録 そして将来の阿蘇市を担う子どもたちが伸び伸びと成長できる安心安全なまちづくりなど緑息づく日の神の里阿蘇市、実現に向けた有効な施策に取り組んでまいりますこれからの阿蘇市が市民の皆様方との共同により 自分たちの町として将来にわたり希望の持てる国際環境観光都市になることを目指して全力で取り組んでまいりますさて最後にこのようにインターネットを使って映像で多くの皆様へ情報提供をどんどん行っておりますのも 国際環境・観光都市を目指す阿蘇市の一つの特徴であります今後も大いに番組をご覧いただきますようお願いいたします新しい都市が皆様にとって実りある素晴らしい一年となりますことを心からお祈り申し上げ新年の挨拶といたします